少年家残念。多分後ほどいっぱいね作ってくれるんじゃないかと思うから、またそうで、ショーが終わったら作ってくれるかな。そうそうそう、ね、ショーが終わったら作ってもらいましょう。ね、ステージの前のね、そのトラロープじゃない、その間仕切りのそっち側で、カラーコーンの内側じゃないとね、一応こちらは関係者以外立ち入り禁止になってますので、はい、じゃあ、バルーンがね欲しい方はショーの後にね、また遊びに来てくださいっていうか、多分終わってから写真撮ったりとかリアルねできると思う。なんか座ってる。あれは多分ずっと小峰城ができた時からいるんじゃないですか。いるのか見えなかったのかな。今日急に見えた。あれなんか音がしてきた。出てきたよ。そろそろ博士これそうかな。どうでしょうかね。これそうな空気ね。ああいうもうなんかあそこ、あ動いた。動いた。あじゃあキャラクターだった。あご当地キャラだったね。ちゃんとどんな名前なのかは皆さんパンフレットでね探してほしい。今日は